はい、どうも、かずしどとモーマンタイです。はい、どうも、モーマンタイさん。こんにちは。こんにちは。また春ばるね、遠くからありがとうございます。いえいえ、結構遠かったですよね。遠かったね。そしてまたね、時間無理やり作っていただきありがとうございます。はい、大阪です。はい、大阪です。はい、皆さん、多分見ての通りなんですけど、ここ、今モーマンタイさんもね、真後ろ、墓なんですよ。しょっぱな墓なんですけど。そうなんですよ、ここはね、グミ王子公園と言いますが、ここね、上にね、グミ王子の展望台っていうのがあるんですよ。そう聞くと景色のいいところなんだなとか、自然もすごい豊かじゃないですか。いいところだなと思うんですけど、ここ実はモーマンタイさんね、さまざまな事件がありましたので、ちょっとここ5分ほど皆さんちょっと説明をしたいので、説明させていただきたいと思います。でね、モーマンタイさんね、これ説明させていただきますが、ここはグミ王子公園なんですけど、主にどういう幽霊が出るかというと、女性の幽霊、老婆の幽霊、少年の幽霊が出ると言われております。で、ここはですね、かなり様々な事件があります。それを一つずつ今言わせていただきますが、まずグミ王子駅の西側の方で、この公園では過去にバラバラ丸太行き事件があり、強盗マルジンなども起きており、いろいろな曰くがあります。で、かなりやばいスポットって言われてるので、もうそれで載せてほしいと依頼が結構あったみたいで、それでこれになんか投稿されたみたいなんですよ。はい、やっぱりここ目立たないんですよ、全く。話題性はないんだけど、あまりにもちょっとすごいからってことで、あまりにもやばすぎて、その投稿に載せられてるということですね。で、まず一つ目、バラバラ丸太行き事件は、ここでは、1947年でめちゃくちゃ古いんですけど、女性のバラバラ丸太が発見されているということなんですよね、80年前で。そこから頂上にある展望台で猫を抱いた女性の霊が出ると噂されております。で、次は主婦強盗マルジン事件なんですけど、ここグミ王子公園の近くに中里旅館があったらしいんですよ。明治21年ってことは1888年って書いてありますね。でも残念ながら2015年に廃業されたらしいんですよね。で、そこから昭和38年1963年に当時18歳の少年が金欲しさのためにたまたまこの山道を通りかかった主婦を鉄パイプで殴って丸買い、そのバッグの中から現金を奪って逃走するという事件が発生したらしいです。そしてモーマンタイさん、これまだあるんですけど、幼児激丸事件、現在は埋め立てられて消滅してしまったのですが、以前公園内にカッパ池という小さな池があったらしくて、1968年2月の冬の寒い日のとこだったんですけど、当時6歳の幼稚園児が4人ですね、公園で遊んでいた時に氷の張った池が珍しいと思ってね、それで氷の張ったところで遊んだら運悪く氷が割れてしまい、4人溺れたらしいんですけど、その中の3人が亡くなりました。1人だけ生き残ってます。3人亡くなりましたね。はい、そしてこれ最後になんですけど、その他ジ・マルって書いてあるんですけど、この公園ではジ・マルも多発しているらしく、今年2020年にはもう2020年じゃないんですけど、4年前なんですけど、展望台下のトイレでジ・マルが発生したようなんですよ。展望台に出るの女性の幽霊はジ・マル社の霊かもしれないと言われております。これだけの今説明させていただきましたが、かなりいわくつきということがもう間違いないなということなんですよ。で、この上に先ほどちょっと俺道知らないので、たまたま掃除してるおばあちゃんがいたんですけど、聞いてみたらね、その階段があるんですけど、この階段登って右側の方にね、沿っていけば展望台に着くということなので、今日もいつも通りゴーストチューブでまたモーマンタイさんと私カズシドで
検証していきたいと思うんで、またなんか前半後半って感じでちょっとやりたいと思うんですよ。で時間があればちょっと気になるところをね、やっていきたいので、まあ、第3章4章まで欲しいなと、まあ、自分は思っております。ここはそれぐらいのところなので、まあ、モーマンタイさんちょっとせっかくね来ていただいたのでここを 選びました、はいはい、なのでね皆さん、まあ、これからちょっと検証させていただきたいと思いますので、モーマンタイさんもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そして、視聴者様にちょっとお伝えしたいのですが、もしあなたの地元とかここあるよっていうところがありましたら、ちょっと自分たちでもね、まあ、行けたらねぜひともちょっと行かせていただきたいので、もしよろしければこういうとこあるよっていうのがありましたらコメントぜひとも書いてください。よろしくお願いしますそしてね、まあ、いつも通りチャンネル登録とね、あのグッドマークの方も、ね、ぜひともあのよろしくお願いしますそうですね、なんか本当いろんなとこまたもうねこの映ってないとこってあると思うんで、そう、あの本当ね、ここは映ってないけどやばい心霊スポットってあると思うんですよ。そういうところにね行こうと思っております。まあ主に神奈川県なんですけど、神奈川県でもしねありましたりとか、全国でもここやばいよっていうのがありましたら、ぜひともコメントしてください。よろしくお願いします。では桃手さん、はい、カラスも鳴いてますし、墓もありますし、早速行かせていただきましょう、うん、まあ意味合い性はないんですけど意味合い性全くないんですけど、ではあのこれから行かせていただきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。カズシドホラーチャンネル、はい、ということでね、まずはですね、もう右側、先ほど撮影したところの右側を見ていると、まあ、ここに階段があるのですが、で、このちょうど後ろ側、反対側ですね、反対側は図書館があるんですよ。で、そこさっき映ったのがこの墓ですね。図書館の真ん前、墓って結構なかなかですが、そしてね、ここ今看板、そう、今俺思ったんですけど、この看板見てると、グミオジ公園において不審火による火災が発生しております。え、これもうこれ人間の怖さもありません、ね、人怖ですよね、人怖。まあそういうこともあるみたいなんでね、まあここ本当いろいろと噂されてますのでね、早速ここからもうあの上上がらせていただきたいと思います。はい、では階段登らせていただきますが、ちょっと待って、早速なんか、まあもうこれ上もそうですけど、上もそうなんですけど、いきなり目に入るのがこれ。これ何ですか、これ何、これ、これモーマンタイさん、なんかいきなり発見しましたよ。え、何何何、うわー、あー、はい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 、早速ですね、首がない、あ、本当だ、首がない。あ、すいません、お邪魔しております、お邪魔しております。早速首ないですね、うん、これはちょっとなかなかだな。ちょっとすみません、撮影させていただきます。この通り首がないですね。もうこれモーマンタイさん、早速ちょっとなんかやばそうな雰囲気がもう出ておりますね、うん、ではね、今画面切り替えてあの上に登らせていただきますが、物音は多分これカラスだと思うんですよね、うん、さっきはカラスとかリスもさっきいたのでリスだと思うんです。あ、これ、あらまあ、これはこれはズシトンネルで見たやつだ。あー、これは見ましたね。しかももっとすごいですね。あらまあ、これここまで上までついてます。ほら、すごいな。もしかしてこの上がもう展望台なんですかね。で、なんかここ突き当たってもう右行ってから上に上がるともう展望台があるって聞いてますね。あるんかな、本当、うわ、すごいな。おお、景色はでも良さそうな感じがね、良さそうな感じしますよね。はい、モーマンタイさん、早速裏返っていきましたが、相変わらずのテンションですね。あ、もう目の前墓だすごい。で、ここ今曲がって突き当たったので、うわ、ほら景色はいいんですよね。うん、階段ちょっと続いてますね、やっぱり。でもこういうところってもうあの階段つきもんなんですよ、まあ、もうあれ、桃瀬さんもう撮ってるんですか。撮ってるよ。やってますね、やってますね。そりゃそうっすよね。あ、桃瀬さん、あのチャンネル登録者500人おめでとうございます。ありがとうございます。はいそうだ、忘れてた今言うの。はい、500人おめでとうございます。
もう毛満体さんもね、あのてか全然映ってないんですけど、今危ない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 、今回答してなかった危なかった、あ今上着きました、500円やめてそうで落ちたら、そうです500円、確かに早速もう見つけた、早くないですか、もうもう、はい、もう見つけました行きます、カメラ変えます、はい皆さん見てください、早速見つけました、人も歩いてますね、普通にね歩いておりますね、嘘あった、これでも反対側もあるんですよ、反対側、反対側、ね、これ反対側の道なんですかね、これなんだろう、反対側もあと行ってみようかな、なんか森っぽい、なんなんだろうこれ、お散歩コース、お散歩コースですかね、ではね、毛満体さん映しながら、展望台撮りますが、すごいですねこれ、ありゃまあ、うん、すごいいい景色でしょうねこれ、あー本当だ、あっち見てもすごいいい景色ですけど、あっという間に着いちゃいましたよ、早っ、でも人はいますね普通に、何これ、ここか、でも上には誰もいませんね、上には誰もいない、すごいなこれ、もうこれサムネ案みたいな感じですね、サムネイル決定みたいな感じですね、毛満体さん映して、すごいなこれ、おっとこれはグミ王子公園案内図があった、発見ですね、これあると助かるわ、ちょっと古いので見づらいな、ちょっと近寄せますねこれ、今現在地がどこだろう、あここか、ここが現在地みたいなんで、で展望台の休憩所、ほうほう今ここなんだ、あそこでなんかこんないっぱいあるんですね、プールのとこあって、そんでこう登っていくと健康器具広場、これかありまして、複合遊具、子供の遊び場、広場、なるほど、でもやっぱりやばいと言われているのがね、やっぱりこの展望台なので、この展望台どこまでできるかな、はい皆さん見ての通りです、今こういう感じで階段があって、ここまああそこにトイレがあるんですけど、あのトイレでしょうね、あのトイレでまあ丸人事件があったと、そしてこの上こう向けますが、この展望台ですね、まあここが一番出ると言われてますので、まあもちろんのごとくここでゴーストチューブをやっていきたいと思います、毛満体さんと俺でね、交互でちょっとやっていこうと思ってますのでね、それでは行ってみたいと思います、カズシドホラーチャンネル、で毛満体さん今カメラ持っていただいて、はい、すみませんよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、ではね早速上上がっていきましょう、はい、はい、感じ的にね、そんななんかやばい感じはしない、まずこっち行ってみましょうか、うん、トイレ、この辺見てると、まあまあちょっと雰囲気はあるかな、こことか四角四角のこことかも、結構ちょっと中入ります、うん、ここね、ちょっとなるほど、あーなるほどね、これはここでね、連れ出されてバコンやられても見つからないわ、うんね、まあ、これは確か景色は最高にいいんですけど、ここだとちょっとね、これ夜はちょっとやばそうですね、うん、今度ここ夜やってみようかな、あ夜もちょっとやってみたいですね、ここちょっと気になります、ちょっと毛満体さん、うん、あのいきなりちょっと気になったので、うん、なんかここなんとなく、うん、なんかゴーストチューブやっていきたいなと思ったんで、はい、ちょっとここでゴーストチューブちょっと少しやっていこうと思っておりますが、はい、大丈夫ですか、どうぞ、はい、じゃあではここで皆さんゴーストチューブ、やっていきたいと思います、ではゴーストチューブ起動させていただきます、はい起動しました、どなたかここでいらっしゃいます、どうでしょうか、どうも初めまして、早速、うーん、おお、滞在する、滞在する、ほらやっぱここいるんだ、滞在する、滞在する、ここいるんですね、だやっぱなんかここ感じたんですよね、うん、なんとなく、あなたはここで滞在されてるんですか、いきなり、でメーターここだか通したり、ここのところが上がってて、
いきなり滞在する。今どういたしまして、どういたしまして、すごいね。あ、いやこちらこそ、はい、どうも、はい、どういたしまして。早速っすね。やっぱり気づいてくれたことに喜びを感じたんですか。なんとなくなんかここにいらっしゃるかなと思ったんですよ。なのでちょっとここでゴーストチューブをやろうと思ったのですが、まあゴーストチューブというかですね、まあ喋れるんですよね。はい、このこちらの方に話しかけていただければお話できるんですけど、なんとなくいる感じしたんですよ、ここなんか知んないですけど。ただどこにいるか分かりません。ノック、どこかノック、叩いてくれます、どこかノックしてくれますか。たまに違うもの音も鳴ってるんで、ノック鳴ってます。鳴ってないね。今のところはノックは確認されておりませんが、どうでしょうか。今どちらにいらっしゃいます。多分予想なんですけど、まあ僕はこっちの方だと思ってるんですけど、どうかなと思ってるんですよ。そちらの方にいらっしゃいますよね。見えないです、姿は申し訳ないです、見えないんですけど、多分いるんじゃないかなと思っておりますが。なぜ私はここにいるのですか。なぜ私はここにいるのでですか。うん、そうですね、ちょっと自分もぶっちゃけた話初めて来たんですよ。なのでちょっと分かりません。さまよったんですか。さまよってここに来たんですか。なぜここにいるかも分からないですか。もしくはここで亡くなったのか。あー、ここでね、ここで何かされたとか覚えてます。それとも全然違うところがここに来ました。やっぱ会話になってますね、いや本当会話にならないときはもう会話にならないんですけど、思いっきり会話になってますんで、やっぱこういうときはいるんだなって思いますね、でさっき のピポンピポンなったところがゲージちょっと上がってたんですよ、半分ぐらい、今ないんですよ。ってことは、ね、初っ端ありしたときはここにいたんですよ、で映りたくないんですよ、やっぱり、大体霊って映りたくないんですよ、ってなるとやっぱり隠れるじゃないですか、だから今もうこうやっても全然メーター上がんないし、ピポンピポンならない、さっきと同じとこじゃないですか、ならないんですよ、全く、いない、下の方もいない、笑い、笑ってます、話せて嬉しいってことですかね。でもなんか悪い気はしないです、俺の中で、多分女性、女性かなっていう感じもします。笑っていただいてます、話せてよかったみたいな。ちょっと回ってみますけど、今ここで喋ってる感じはしないな。モーマンタイさんの隣らへん、あ、メーター消えました。ちょうど今モーマンタイさんのこっちの隣の方ですね、そちらに移動しました。やっぱここはいないですね、さっきはここにいたんでしょうね、で次はこっちも、なるほど、今また映されると思ったからやめたんですよね、多分移動したんでしょうね。全然喋っていただいて大丈夫ですよ。やっぱり覚えてないですか。ないですよね、ちょっとそれは怖いですよね、犯人が裁判官、まさかの、まさかね、そんなことあったらね、ちょっと信じられない話かなと思ってですけど、本当ですか。いいんですよ、どんどん言っちゃっていいですよ。モーマンタイさん、なんかさっきから後ろチラチラしますけど、なんか感じます。なんとなくね、なんかいる感じが、どっちだと思います、男性か女性か。その人は女の人やね。やっぱり、やっぱ一緒ですよね、なんか女性がいる感じがするんですよ、俺も、で
悪い人ではない、うんうん、悪い例ではない、うん、っていうのはなんかなんとなく確定してるんですけど、うん、何なんだろう。いや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 、まあここはちょっとねメインではないので、まあ、短くにしようと思ってるのですが、うん、どうなんでしょうね。どうだろう。そう、もう一回ちょっと見てみよう。どうやって来たの。お、どうやって来たの。ですね、電車乗ってきました。はい、本当に単純に、あの、ちなみに本当に初めて来ました。初めて来てなんとなくいると思ったからここに来たんです。はい、でここでちょっとねこうやって喋れる、まあ、機会っていうのがありますので、まあそれでもう本当電車で来ただけなんですけど、あ、でもたまに今電車乗ってきますもんね。うん、まあ、今電車ここ通ってる、近いんで、まあ通ってるんですけど、電車で来ました。はい、どうでしょうかね。特にはもうあと気になることってあります？もうちょっとしたらちょっとメインのところでやっていきたいと思うので。でもすごい興味津々やね。ね、興味はすごい持ってますね、うん、なんか、うん、あ、喋れるんだみたいな、うん、そうそうそう、そうですね、どうやってきたのって、うん、なんかやっぱ悪い感じはしないな、うん、全然ここの方は、うんうん、全然悪い感じはしませんね、うん、まあここは結構多数いるって話も聞いてるので、うん、はい、今度でも夜行こうかなと思っておりますよね、うん、どうでしょうか。もしあれでしたらもうちょっとね、ありがとう。わあ、すごい、ありがとう。いやー、ありがとうございます。あ、あ、ここだ、ここだ。あ、こちらにいますね。あ、あ、いるんだ。お、めっちゃメーター上がってる。あ、今また閉じた。あ、ありがとうございます。へえ。感謝された。うわあ、なんか嬉しいわ。はい、こちらこそありがとうございます。で、まだね、あのちょっと上の方とかでも撮ろうと思ってますので、あのぜひともついてきていただければと思いますので、よろしくお願いします。いや、もう、モーマントさん、もうこれ十分です、うん。はい、もうここ十分なんで。では、ここで、ゴーストチューブ、切らしていただきたいと思います。カズフシのホラーチャンネル。はい、ではね、今、ゴーストチューブ、まずここでね、ちょっと気になったので、今やらせていただきましたが、すごいですね。うん、やっぱ相変わらず、すごいな。会話になってた。やっぱり、自分がどうやって来たのと答えて、もう納得したんでしょうね。で、最後に、ありがとう。こりゃすごいわ。こんなことあります？すごいですね、まあ、こんなこといつもあるんですけど、うん、ありますってよくあるんですけど、うん、でもね、あのやっぱメインはここではないので、モーマンタイさん、はい、次は展望台でちょっと2人でやりましょうよ。そうですね、はい、ここがメインなので、うん、まずじゃあここで、またね交代しながらも、はい、撮っていきたいところもありますので、そこトイレあるじゃないですか、うん、そこの次トイレ、うん、まあ、マルジン事件があったところ、はい、のトイレちょっと俺行ってみようと思ってますので、はい、それでは ありがとうございました、はい、それではね、今放送中終わりましたので、場所を移動させていただきたいと思います。はい、ではね、例のトイレになりますが、多分今これね、ちょうど第2章になってるんですよ、俺の中で。多分第2章になってるので、まずトイレを移して、それからこの展望台に上がっていこうと思っておりますので、ね、ちょっとね、このトイレ不気味な感じするんですよ、やっぱり、うん、まあ言っちゃ悪いんですけど。ではちょっと、モーマンタイさんね、ちょっとこう男子トイレちょっと一人でちょっと回っていきたいと思います。はい、では皆さんね、こちらがまあ女性用のトイレですね。こちら男性用のトイレでは中入っていきたいと思います。はい、失礼します。上はこうなってんだな。これ上がこうなってるんですね。では中入っていきます。うわ、暗いな。あ、でもこれやっぱ、あ、こうなって見えんですね。見えて、水道2つ。でもすごく綺麗なとこな感じがしますか。で、トイレですね。はいはいはい。まあでも全然綺麗なところです。うわ、ここ暗いな。ここもちょっと、うわ、ひょこっと顔出てきたら怖いな。では中行ってきますね。お、暗い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 。あー、ここですね。はい、ちゃんと見る中行きますか。なるほど。あー、でも綺麗だな。
あ、全然、あ、普通に掃除さ、ね、掃除されてるのかな。全然クモの巣とか全くないので、あ、掃除はちゃんとされてる感じがしますね。あ、すごい綺麗なとこですね。ただちょっと奥に入り込んでるので、ちょっとない…おー、びっくりした。おー、俺がぶつかったのかな、今。俺が今ぶつかったのかな。びっくりした。これ今反対側ですね。だよね、だよね。あ、では、もうびっくりした、今自分がぶつかったはずなの。ちょっと待って、押してみよう。まあ、まあですね、まあそうですね。あ、よかったよかった。はい、多分俺が背中ぶつかったっぽいです。はい、ではトイレに出たいと思います。はい、まあこんな感じでね、出ていきたいと思います。では、モマンタさん、はい、例の展望台上がってきますが、はい、ここ珍しいんですよ。階段登るとこことそっちにあるんですよね、うん、2箇所あるんですよね、うん、なので、まあこちらの手前の方、はい、ちょっと登っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。階段気をつけてください。はい、でも高さないですよね。そうだね、うん、高さは全然ない。危ない危ない、あったここの1段気をつけてください。ここを登っていって、お前一段目高え、一段目高いな、うん、一段目高いですよね。そうそうそう、俺も多分一段目おおと思って全部高い。何ここ、変なの。え、すごいですね、これ。うん、何か変なの。登っていきますね。はい、はい、登っていきたいと思いますが、もう別に普通の、うん、普通の階段というか。そうですね、ですね、うん、では行きますね。はい、あ、で、真ん中にこうなる。へー、あ、風ちょっとある。あ、ほんと。この空間もすごいな。なんだろうね。なんかほんと野島公園みたいな、うん、野島公園超小さくした場所みたいな。あ、そうなんや。感じですね。コンパクトにした感じなんですけど。なるほど。うわ、景色はいいな。景色最高っすよ。おお。景色いいっすよね。いいね。でも展望台行ったらもっといいっすもんね。うん、では、じゃあ、行きましょうか。はい、見下ろすゴリラですよ、何それ何それ、見お、見、見落とすゴリラ、見下ろすゴリラ、あ、なんで、あ、見下ろすか、見下ろすゴリラ、見下ろすゴリラ、なんだそれではね、ちょっと持ってきますね。ほうほう、まだだな、もうちょっと、もうちょっとですね、もうちょっと。お、なるほど。あ、危ね、あ、大丈夫ですか。お、いいな。いやいやいや、これいいな。あ、これはいい。すごい。あ、景色はいいですね。ちょっと回っていいですか、うん、これはいいですね。ちょっといいですね。わー、でもいいね。普通にした墓もありますし。ほんまや、すごい。まあ、広さ的にはこんな感じですかね。そんなには広くないですよね。なるほど。ほうほうほう、ちょっと、あ、まずそっち映しても全然 OK ですね。ね、こんな感じで皆さんどうですかね。まあ、こんな感じですね。あそこほら、横浜が映ってます。あそこ見てください。あ、そう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 、あれですよ。横浜です、横浜。いやー、すごいな。いいですね。今、モーマンタイさんのこの後ろ、後ろというか下ですよね。見てください、この下。はい、墓です。もうだから、まあこれじゃあ、それはいろんな例来ますよ。ここまで墓だもん。これは来ますわ。いくらね、こんな景色良くても至っておかしくないわ、全然。ではモーマンタイさん、はい、早速展望台来ましたので、ここでちょっとゴーストチューブをモーマンタイさんやっていただこうと思っておりますので、約20分ぐらいできますか。よし、やろうぜやろうぜはい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、ではモーマンタイさん、はい、ゴーストチューブ起動、はい、よろしくお、はい、よろしくお願いします。ライブライド中。え、何今の。え、なんか煙え、なんか今の、なんだ今の。開きました。あ、開きました。でも開いた途端なんか言った。なんか開いた途端、ね、なんか言ってましたね。今、ん、なんか外部ライドなんだかんたらっていうのが言ってましたね。え、文字映りました、うん、何それ。音声だっけ。音声か。まあ今撮っといてよかったですはい、ではね、一応ゴーストチューブ開始ということで。はい、はい、開始してます。はい。
ではどうかな。こんにちは、モーマンタイです。はじめましてですね。そうですね、むしろ俺もここ俺初めましてなんで、まあ、うん、2人とも初めましてか。てかこんなに近いとは思わなかったですね案外近いみたいな感じでしたね。さあ、ね、確かにそう、駅から近いからいいっすよね。すぐ行ける距離、うん、これなら観音崎と違うね。あ、観音崎はやばい観音崎はやばかったっすね。さあ今日のモーマンタイさんは反応するでしょうか。どうでしょうかね。でもアイアの時はすごかったですよね。あの時はバリ反応しましたよね。あれモーマンタイさんの携帯じゃないですか。あれであんな反応したのちょっとビビったな。あれはびっくりしましたね本当に。そのなんか隣のベンチとか座ってたら笑、ね、もう笑えないですよね。モモさん、あのきつかったら座っていいですからね。全然、うん、カバンも多分今大丈夫ですか。はい、もし重かったら全然無理せずに。たまになんか暗さが変わるんだよな。なんだろう、まあたまたまかな、偶然かな。でもいる感じはちょっとするかなって感じです。私なんか下の方がいる感じがする。うん、下も下の方が感じましたよね。なんか下の方がなんか思い詰めてるというか、うん、だからもしかすると夜にいるのかなっていうのもありますけど、うん、なんか俺も確かに威圧を感じたのは下なんですよ。うん、下の方が全然感じた。ただこの上は上来てからは重くない。だからいたとしてもそんなな感じがしそう。大した、うん、なんかちょっと噂ほどではないのかなって感じもするし、うん、地下やっぱこの下か。いや、地下ってことはこの下なのかな。やっぱりさっき自分たちがいたところですね、やっぱり。あー、やっぱ下なんだ、うん、もうその通りってことですね。なるほど、地下か。なんかやっぱここなんか学校が近くにあるからすごいですね。すごいなんかどん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 なってて、うん、なんか応援歌みたいなのがなってますよね。いや、ここに墓とかあるからそれはこれ出るわね。これいたっておかしくないわ全然。いや、でもいいとこですね。景色は最高ですね。うん、本当にまだじゃあ地下以外言われてないと。うん、なんかどうなんだろう、こう今映してってそんな本当なのかな。でもここでも実際になんか現象があった動画もありましたよ。うん、ありましたありました。まあ夜ですけどね、うん、だからやっぱ夜行った方がいいのかな。うん、夜になるとこっちに来ちゃうのかなっていう感じかな。思い詰めてる人も多分夜に来るのよ。ああ、そうっぽいですよね。ね、だってまあ結構 G 丸が多いとこですからかなり多いみたいですよここ。うん、かなり多いみたいですよここは。はい、まあなんか曰くがあるってことですよ要するに。でもまだ地下以外ね言われてないですね。まあもうちょっと粘ってみましょうかね、えせっかくですからね。うん、特別別に物音も鳴ってないし、なんか軽いんだよな。そう、軽いよね。そう、軽いんですよね。そうそうそう、だから、どういたしまして、うん、どういたしまして、はあ、どういたしまして、先ほどのどういたしました、さっきの下の方からねえ、なんかなんでこんな感謝されてんですかねえ。どういたしましてか、兵士か。でもここはあってもおかしくないかな。兵士の方がいるってこと、兵士の方がいるんですかね。いきなり話、そうだね、やっぱり気になって上がった。なんか今鳴ったな、今パチンって入ったかな。兵隊さんとかですかね。うん、兵隊さんが今来たのかな、おそらく上に上がってきたんですかね。
だもともとはいないんですよね多分。本当は多分普段ここにいないんだろうけど、夜になると来るとか、誰かがこういうことになるとやっぱり集まってくる。今だから集まってきてる可能性がありますね。だモーマンタイさんここでやってるから、俺はこのね反対側のねベンチあるんで、このベンチでやっていこうと思っておりますかね。はい、本当に展望台の距離はそんなね、この囲っているところは大した広さじゃないですね。逆にこの広さがいいかなと思ってますけど、どうでしょうかね。ね、静かになりましたね。なんかばったりはしてきましたけど、そうですね。なんか今たまにちっちゃい虫飛んでますけど、もうね今ねとね、ね今ね集まってきた。霊集まるのはいいけど、ちょっと虫やめてくれ。俺虫の方がやだ。はい。なんかねもうついに来たなって感じですよね。この時期、もう虫来たかみたいな。ねえ虫は嫌だな。心霊スポットで本当嫌だなってのがそれで、なんか今足音聞こえたな。やっぱ下に聞こえてんな。うん、やっぱ下っぽいな。今下で聞こえましたね。誰もいないもん。そうそうそう、なんか聞こえてんだよな。なんでしょうって感じで。モーマンタイさん、ちょっと動いてみます。ちょっと回ってみますね。回ってみましょう。俺このままじゃあ今その状態で、はい、そうですね、一回回ってみましょうか。何か反応あったらこちら向いていただければと思います。さあ次は反対側。まあ俺はここでやろうと思ってますね。この反対側でやろうと思っておりますが、一回反応が出たと思ったらまた消えたりしておりますね。さあどうでしょうか。なんかでもな、パッタリしないな。ねえ全然ですね。もうちょっと反応してもらってもいいかなって思うぐらいなんですけどね。今ここ先ほどの道ですもんね。ちょっと今じゃあこの格好ね、さこの状態で今ちょっと戻りますが、こうぐるっと回るとね、あいいですよ、もうそこのままでいいですよ。もう全然そのままで、そのままでいいですよ、全然そのままで。なんかねえどうなんだろう。下から喋ってんのかなって感じしません？逆に下でやった方がいいのかな。ねえ、俺もちょっとこれやってみようと思ってますけど。いやついにモーマンタイさん座ってしまいましたね。もうだってあれから反応ないですもんね。全然ないね。ねえ全然なくなっちゃいましたね。その隣に座ってくれたりすれば一番いいかなとも思ってるんですけど、ねえなんかもう本当あれが5分10分ぐらいちょっと反応しなくなっちゃったんで、ずっと撮ってたんですけどね。今その部分カットしましたけど、反応がない残念ながら反応がなくなっておりますね。なんだろうな、もうちょっと反応あってもいいぐらいですけどね。だから上よりも下なのかな。何なんだろう。すがすがしい感じするからね。どんな感じですか。なんかね、どっちかというと別に重い感じもしないし、なんか本当にいるのみたいな感じの感覚、下のが全然感じましたよね。いやーモーマンタイさん、はい、もうあれからさっぱりすぎますね。で何最初の何だったんですかね。あらまあこれ第2章はちょっと短そうな予感が。
いやむしろもう今結構カットしますよもう、うん、だいぶカット状態ですね。だってもうねなんか ね3個目ぐらい喋ってからほんとパッタリですよね。よね、なんかあれ最後何でしたっけ、兵士でしたっけ、兵士、うん、でどういたしましても言われて帰っちゃったのかな。マジっすか、反応ナッシングっすか。あらまこれはちょっと痛いとこ疲れましたね。いやーこれモーマンタイさん編ちょっと短いかもしれんぞこれ。ねえ、いやでも全然大丈夫、しょうがないしょうがないっす。ねえこういうこともありますからね。でもそれぐらいだからまあここはいないというか、本当にいたとしてもだんまりしてるというかっていうのがもしかしてなので、うん、まあここでちょっとやめときます、どうします、やめときます。私的には全然感じないし。あーそっかそっか、何もでも俺もなんかそんな感じしますもん。なんか逆に今次これ俺やるじゃないですか、めっちゃ不安ですもん。うん、俺反対側でやりますけど2人とも全くやったら、そうめっちゃ不安なので、まあとりあえずそうですね、モマンタイさん交代しましょう、はい、ね、ではモマルさんじゃあ、はい、終わります。そうですね。やべえこれ、はい、ではね、はい、じゃあゴーストチューブ、はい、切らせていただきたいと思います。ではモマンタイさん、はい、今あのゴーストチューブあまり反応なかったので、まあめっちゃドンマイなんですけどこれしょうがないんで、うん、なので代わりにと言っちゃなんですけど、そうわらしちゃんです、はい、そう女の子なんですよ、わらしちゃんなんですよ、そうわらしちゃんなんですよ。まあでもぶっちゃけね、男性でも女性でもいいですよね。そう男の子でも女の子でもいいやみたいな感じですよね、はい、でそこのスイッチを押すと反応しますので、ではここでまあ流しじゃないですけど1,2 分ここで使いましょう。はい、では押していただいて、あわらしちゃんね、あわらしちゃんね、はい、押していきます、はい、ポチッと、はい、あれあれあれ、え嘘、え、だって、あ、来た来た来た、え、なにや、霊障。え、桃原さんわざとやんないでくださいよ、ちょっと、うん、お腹落ちたよ。怖がらせるために。さあどうでしょう、わらしちゃんまで、おう、青、宇宙のエネルギーを感じるよってことは、宇宙のエネルギーってことですね。そうですね。まあってことで、エネルギーが集まっていることだから、まあイコール何もないと。うん、やっぱここ何もないと。なんだ、やっぱり夜なのかな、はい、まあ桃原さん、まあでも笑っちゃうな、なんか笑っちゃいますね。なんかあまりにも何も現象なかったから代わりにわらしちゃんやるみたいな感じになっちゃいましたけど、でも桃原さん、ねえ、そうそうそう、なかったから、まあどんまいですよ、しょうがないですよこればっかり、うん、ですいません、わらしちゃん、じゃあすいません、桃原さんありがとうございます。カズシドホラーチャンネル、桃原さん、まあ、うん、感想を言っていただきたいんですけど、どうでした？いや、上がってきた時からも全然気配は感じないから、うんうん、俺もそうでした、ぶっちゃけ、うん、なんかいる感じもあったんですけど、ね、なんか全くなんか一人みたいな感じで、しかもなんか本当にただいるだけみたいな、うん、そんな感じですよね。なんか下のが全然、うん、感じましたよね。うん、そうそう、なんかね、そう、後ろにもなんかいる感じするし、そうそう、めっちゃキョロキョロしましたよね。そう、めっちゃキョロってたので、そう、あ、ねえ、やっぱじゃあそうだったんだ。まあでも俺一応ここまで来たので、せっかく、うん、次じゃあちょっと俺にちょっと交代していきたいと思います。頑張ってください。ああ、なんでゴリラさん、うん、はい、じゃあ頑張ります。はい、はい、では桃田さん、次は、はい、まあ、僕がゴーストチューブやりますが、反応あるかな、あってほしいな。ちょっと桃満体さん、はい、なかなか反応がね薄かったからね、ちょっと心配になりますが、はい、ちょっとやってみたいと思います、はい、では今開きました、はい、はい、変わりました、いらっしゃいます、
まずメーター、モーマンタイさんの後ろ、うん、何もない。さあ、うわこれまさか俺も反応しないってことないよね、これ。そのパターンありますね。ブレた。それを残してください。それを残して、全部ブレた。携帯置いていけってこと？階段のところブレた今。ほら。登ってきた。いらっしゃる。ブレた。ちょっと映します。うん。今ブレたブレた。いないですね。それを残してください。階段からブレた。今こったら画面がヒューンってブレた。なんか通った。来はったのかもしれないですね。今下からね。今来てくれたんだ。ね。今来ていただきました。なんかね。なんとなく気配感じたね今。あ、やっぱり。うん。ですよね。確かにね。今こうやった時に階段のところ、本当ヒューってブレた。マジでマジで。うん、いやこれは今初めてです。ここの今この今このカメラでこんなヒューってブレたの。やば。今来ました。何かお話ください。もしよければ。もちろん残しますので映像を残します。さあもしよろしければお話しましょう。ほらよ。そこにいらっしゃいます。さっきブレたとこよりも階段の上。今俺行きます。仕上げる。仕上げるって何を？何を仕上げる？ちょっと俺ここじゃなくて階段のところですか。そうだね、こっちですね。今ここ仕上げる。え、2連発。2連発で仕上げる。階段の上。今俺行きます。仕上げる。仕上げるって何を？何を仕上げる？ちょっと俺ここじゃなくて階段のところですか。そうだね、こっちですね。今ここ仕上げる。え、2連発。2連発で仕上げる。え、何を仕上げるんですか？ここ。いろんな意味で怖い。ここ今こう階段じゃないですか。ここめっちゃブレたんですよ。ヒュッてブレて、なんか通った感じがしたんですよ。今あの仕上げる連発でしたけど、何を仕上げるんですか？何を仕上げる？まあ、悪いことじゃなきゃいいんですけどね。なんだ。披露させて。披露。何を披露するんですか。ちょ待って、俺何にも動かしてないのにも反応したよ。ここ今メーター半分ぐらいあった。今次はもう一回移動しますよ。今ここ、うん、ここで反応しましょう。マジ。移動してるな。え、なんか急に怖くなったの。急に怖いというか、いるって感じじゃん、急に、うん、来ましたね。ほら、階段だ、やっぱ階段だ、こっちいいっすか、モーマンタイさん。はい。すごいな。あ、消えた、消えた、また消えました。移動されてますよね。こっち行けば、そっち、そっち行けば、本当やね。不正行為。不正行為。なんか悪いことしてるんですかね、ゴリラさん。どこかに行って？急に拒否られてる。やばいな。さっきまで感謝されてたのにね。ねえ、だから多分別の。別の人ですね。別の人ですね、これ完全に。マジか。え、もうどこかに行ってほしいですか？まだ始まったばかりなんですけど。今来ましたよね、下から。階段から来ましたよね、絶対。めっちゃ感じたんですけど。マジ？そんなことある？すごいな。めっちゃブレましたもん。本当に。いやいやいや、なんだなんだ。え？いや、てか、不正行為ってなんだよ。やらせ？性行為やったらね。不正行為ねえ、不正行為、不正行為やろ、不正行為。うーん、まあこれ言いますが、俺絶対やらせしないんで、うん、やらせは絶対しないんで、
なんだろう、だもしくはその自分たちに伝えているわけでもなく他のことで不正行為があったってことですかね。もう辛いことがあったからだからどっかに行って、もう話したくない、もうどっか行ってって結構投げやりになってる感じかな。ちょ、モーマンタイさん、ちょやめてください、急になんか、なんか今上がってきた気がした。そう、なんかマジっすか、ちょっと待って、覗いていいっすか、なんかね、黒い影みたいな、ちょっと待って、ちょっと今、ちょっと俺今見に行きます、うん、隅に、隅に、隅、隅、隅、おぉ、そうだそうだそうだ、ちょっと今俺来ますよ、そっち行きますよ、ちょっと移動して、隅っこにいます、隅に、隅に、で、めっちゃメーター上がった、ここで、おぉ、そういうことですね。そこにいらっしゃいます、隅に、上がってきてるわ、ここだよ、今そこいます、すいません、本当あの、別に悪い行為はしませんので、実際見えてないので、ね、さっき桃畑さん全くないって思ったのが、うん、急にチラチラ見始めたんですか、うん、なんかちょっと何か上がってきた、もしかすると来てるかも、急に、うん、急に雰囲気出てきましょうね、うん、ちょっとさっきよりかは違う、全然違うね、全然違う、いきなり変わった、なんだろう、桃畑さん後ろ階段だから、ほらやっぱ階段だ、階段。40年のことですか、あなたは40歳で亡くなられたとか、うん、それとも今現在40歳っていうことをお伝えしたいんですか、ぜひ言ってください。すごいな、ちょっと急に変わったな、なんとなくですけどこの階段のところとここの方、うん、隅っこの方でもなんか俺が強いのはなんとなく階段、うん、階段のところがちょっと強く感じる、そこ覗いてる、今 見てる感じする、うん、ですよね、もう待ってたの感じます、うん、後ろからやね、俺今見られてる感じがする、こう感じっていいですか、うん、ほらやっぱり、うん、いや、うわーやばい、メーターばっ、いや半分以上、半分以上はん、あー今切れた、すごいね、何これ、え、なんかやばいんですけど、いきなりてか、そこに見てますよね、今見てますよね、絶対そこで見てますよね、ほらやっぱりほらですよね、見てますよね、信じます、信じます、あ、ありがとうございます。いや、悪さはしないですよ。さっきなんか不正行為とは言われましたけど、あの、信じてください。全然あの、そういう俺悪さしませんので、何があったか分かりませんけど、全然俺でよければ話聞きますので、何かあったんですか？今そこで覗かれてますよね。階段の下で。なんとなくそこにいるの感じするんですよ。なんとなくですけど。全然こっち来ちゃっていいですよ、こっち来て。こっち来ちゃっていいです。大丈夫です。何もしないんで。見えないですよ。姿は見えないですけど、全然こちらの方に来ていただいて、ぜひこちらで話してもらいます。ここに来て、逆に来てと。うん、ちょっと、桃田さん、ついてきてもらっていいですか？はい、そこの俺、階段で撮ります、うん。行きます。ちょっと階段行きます。うん、あれ今そこにいますよね。じゃあ、じゃあ行きますね。ここ。多分、あ、そこからでもいいですよ、全然。うん、多分俺、ここにいる気がするんですよ。なんとなく。うん、いますよね、ここに。今。私が影見えたのもそこですね。ですよ。はい。ほらほらほら。もう、モーマンタイさん指さしてる。そうですね。やっぱり、ここだ。こちらですね。ここいますね。いいんですよ、話し合って。どうぞ。今来ましたよ。今あなたのために来ました。全然話してください。逃げる。逃げる。うん。今俺今感じたのがそっち行きました。うん、今下の方で覗いていったんで。
と気弱な方かもしれない。うん、警戒心がすごい、そんな感じがする。逃げられましたね多分、うん、今そんな感じがした。うん、私なんか悲しい感情が来ました。悲しい感情、うん、逃げるっていう前に。マジっすか。うん、なんかだからさっきの投げやりの言葉、うん、あれがなんかちょっと気になってて、何か伝えたいと思うんですよ。おそらくいきなり投げやりになって、でなんかこっちに来て、でいざ行ったら逃げられた、うん、これマジで会話になってるわ、うん、本当に。でも本当感じた、うん、いきなりね、さっきあんなねムードだったのに、うん、いきなり変わったな。8か。なんか今なんか姿勢感じなくなりました、うん、ここはそこでは分かった。犠牲、うん、犠牲にされた、うん、今モールさん何か聞こえた？これ違う、なんだろう、まあ、聞こえません？何が？足音みたいなね、女の人のなんか靴の音みたいな、うん、今2回聞こえたよ、うんうんうん、2回聞こえた、2回聞こえた、ね、ですよね、やっぱり、うんうん、楽しいですか？あ、楽しいですよ、楽しいです。今もう一人の上にいる方かな、ちょっと上行きましょうか、もう一回。ちょっとじゃあこのままカメラいいですか、ちょっとカットなしで行きましょう。ですよね、やっぱりそこにもう一人いますよね。さっきの方はいなくなった、うん、逃げたんですよね。やばいな、これはちょっとすごいな。いきなりもう緊張感が漂ってる。でもここの足音じゃないね、なんですかね、今3回吹きましたね。違う、なんかコンコンみたい。え、それか、そうや、それか。え、ここの音やわ。ちょっと待って、これちょっと映してもらっていいですか、これ。うん、今ももさんこれね、そう、うわ、今ピポン、ここじゃないの音が、これか、それの音や。なるほどね、3回ぐらい聞こえたんだ、うん、ってことは、まあここで飛び降りた可能性が非常に高いですよね。マジか、これはすごいな。そっか、ついていく、ついていく、ついていきます。いいですよ、ついてきていただいて大丈夫です。あの全然何もねしなければいいですよ、うん、全然もうついてきてください。まあでもモマンダさん、はい、まあ、とりあえずついていくって言ってるので、うん、なんかちょっと誰も知らない、誰も知らない。そうか、誰も気づいてくれなかったのか。なんか悲しい感情当たってますね、モーマンダイさん。めっちゃ当たってるわ。泣きそうになった。ね、なんかそんな感じですもんね。悲しい感情が今来てるな。いやー、はい。すいません、本当にね。でも今俺たちは最低でも俺たちはね、最低限気づいてるので、あのここでね何かあったのかなっていうのはありますよ。多分飛び込んだっていう可能性が十分高いかなと。ではね、あのもしよかったらついてきてください。ここでゴーストチューブちょっと切らしていただきたいと思いますのでね、それではゴーストチューブ切らしていただきたいと思います。カズフシドホラーチャンネル来た、上がってきた。足音だけは聞こえた。足音だけ。タン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 。はい、モマルさん、ありがとうございます。まあ今ゴーストチューブやりましたけど、ガラッと変わりましたね。ガラッと。さっきの。モーマンタイさんの時と全然違うな、うん、雰囲気も全然ちゃうね。そう、雰囲気も変わったし、うん、もういかにもね、います、ね、足音、足音、人かなと思った人。てか、さっきも言ってましたね、うん、そんな、てか足音だったら上来ますよね。
そうですね、もうここに関しては、まあ、俺また今度来ようかなと思っておりますが、まあ、ちょっと悲しい感じしましたね、うん、まあもうここではね今撮りましたので、他のところでも今ちょっとあれの帰り際なんか撮れたら撮ろうと思ってますので、まあね、どうしましょうかね、モーマンタさんね、帰りこのまま撮れるとこあればいいんですけど、まあ、でも下の方がなんか感じるから、うん、もう一回撮ってもいいかもね、下でね、下の方はね撮ってもいいかもしれませんよね、まあここでちょっともしかしたら終わるという形にしようと思ってますので、とりあえずまた別のとこ見つけたらやっていきたいと思います。うわー、まさかの猫、猫ちゃん、ここでも猫ちゃん発見、触れる、全然触れる、ゴリラ言うな、ゴリラ言うな、うわここでも、てか心霊スポットあるあるっすね、猫、あすごいな、あ来た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 、うわーすごっ、まさかのここですごい、今なんか展望台降りてからすぐですよ、すぐ、うわー まさかの称名寺に続きここか、ここでも見つかるとは、かわいい、ね、やっぱねこういうのがないとね、いやいいな、すごっ、首はついてないですもんね、あーやっぱりノラちゃんか、すっげーいい子ですね、なんだろう、最初の人を探してんだかなんだかね、ずっと向いてたと思ったらこっち来たもんね、すぐにね、ねえすぐ来たから、いやいいな、やっぱりこれいいよな、すごくいいよな、うん驚いて今、うん驚いて、でもでも全然警戒してない、わすごいな、あららら来た、ね、あめっちゃくっついてるね、やばいね、かわいい、いやー本当だ、ゴリラ買いますか、うん買いません買いません、はい、ゴリラが猫飼っちゃいけません、はい、ゴリラと共演ですね、はい、すごいね、こんなに続いても何も警戒して、うん行っちゃった行ってない行ってない大丈夫、トイレ、トイレじゃないか、違うか、おいおいで、すごい、どっち行った、そこ後ろ、あ後ろ、ゴリラのお尻はやばいよ、屁こいてほしいのかな、うん死んじゃうよそこまで大丈夫か、そこまで言う尻尾、尻尾見そう、危ない、ごめんね、はい、かわいいね、かわいいね、やっぱ猫いいな、本当だな、めちゃめちゃ癒される、あここあったか、ここあったか、あいいね、いいないいな、かわいいね、本当にかわいいわ、いい子だね、ゴリラに触られるなんてね、うん、ゴリラじゃないの、うん、ないやろうね、うん、いや、前触ったけど称名字でも触りました、あそうなんや、うん、あすごい、あここあった、いいですな、軟体だね、軟体、すごい、体が柔らかい、体操選手だね、これね、えいや、かわいいわ、かわいいな、ね、またね、バイバイ、またな、また来るよ、バイバイ、はい、ということで、まあ、猫ちゃん見てからその後にですね、今ここまで今歩いてきたんですよ、はい、今展望台のところからちょっとここですね、まあ、ここですね、ここから今こう今歩いてって今ここになったんですが、それでここね、こっちはちょっと今なあまりなかったので、ここら辺ちょっと行ってみようと思っております、ちょっと気になりますのでね、それではちょっと映していきたいと思います、はい、ではね、でこちら左側が健康器具なので、こっちか、この細い道、えすごいぞこれ、ずいぶん暗いっすね、暗いな、行ってみようか、あなるほど、あありますね、あ結構広い、あ結構広い、なんかありますわ、はい、ではまた階段がこう続いてまして、今も自分はもう見えるんですけど、なんかちょっとだだっ広い公園というかね、来ましたね、はいこんな感じで、はい、あここら辺とこもありっちゃありだな、あここもあったんだ、なんか公園内でやられたって話、あ工事もしてるわ、やられたって話ありますか、ここもあるのかな、もしかすると、あ今子供も遊んでますね、ここで、
遊んでおりますね。あ、ほらほら今来ました来ました。あ、いるわいるわ。あ、遊んでる遊んでる。はい、ではモーマンタイさん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今俺たちでざっと回ったけど、うん、なかったっすね。ないね。特にね、まあ、あの展望台周りぐらいは、まあ、公園とかもあるんだけど、うん、なんかね、子供さんとかもね、今めっちゃ遊んでますし、工事もしてますよね、うん、工事もしてるので、もうこれ以上はないかなと思ったので、もう今日はここでね、はい、ちょっと終わらせようと思ったんですが、まあでもあの展望台はね、うん、なんかちょっと時間帯とかが分かんないですけど、それによって全然違うのかなと、うん、これからな気がする。うん、これからな気がしますね、うん、まあ、今度俺もちょっと夜とかなんかちょっとライブ配信とかでリベンジしようかなとも思ってますので、はい、はい、いや本当でもありがとうございました、わざ遠くから。うん、また何かねちょっとありましたらまたすぐ誘うと思うんですけど、こちらから、はい、お願いします。それではね、でもいいよ。え、あ、いや、いや、はい、ありがとうございました。ありがとうございましたね。はい、もう何事もなかったように、はい、ありがとうございました。はい、それでね、皆さん、この動画がよろしければチャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。そしてグッドマークですね、グッドマークもお願いします。そして最後コメントですね、はい、コメントです、はい、何か聞こえたとかね、私たちも、俺たちも聞こえたよとか何かありましたらね、ぜひともよろしくお願いします、はい、ではね、またこれもね総集編でまた載せようとも思ってますのでね、はい、皆さん、またいろんなとこ心霊スポット行きたいと思いますので、ぜひともお願いします。それではまた皆さん、はい、次っていうか次回の動画か、はい、次回の動画でお会いしよう、はい、バイバーイバイバー。神奈川県横須賀の観音崎ですね。で、昼間に来ました。今日ちょっとカメラマンとね、あとちょっとちょこちょこ映させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんか涼しいね。全然そうですよね。なんかちょっとここだけがすごい涼しい、ね、なんかちょっとここだけ急に冷えましたね、うん、何この道なり。ちょっとか、え、なんか今声聞こえた、声聞こえましたよね、うん、え、ちょっと待って声聞こえましたよね、うん、いや、こんなとこ声聞こえないっしょ。今男性、うん、今カズシドって、今カズシドって言いましたね、女の人の声で。え、今女性の声でカズシドって言いましたよ。あれ、何の日か、はい、お盆なんですよ。しかもお盆の今日初日なんですけど、そこでねゴーストチューブちょっとやってみようと思います。この携帯に話しかけてみて。これはおかしい。え、これはおかしい。だからこそちょっと反応を見たいというか。私は死んでいますか。え、あ、私は死んでいますか。ん、年って言われました。年ってなんだろう。ちょっとすいません、年だけだと理解できません。なんだろう。まずよしこさん、ここでキネクトカメラやりましょうか。これどうします、いたらマジで。ではちょっとキネクトカメラいきたいと思います。やっぱいないとこはいないんですね。うわ、ちょっと待って、やばいとこあるわ。うっ、映った。え、今結構でかかったっすよ。いや、映ってる。え、いる。そこやん。え、あなたを見てるよ。それは何ですか。はい、皆さん、それは何ですかと来てます。行きたいと思います。ここで、私はそれが気に入りません。うわ、私はそれが気に入りません。あー、やっぱついてきてますね、完全に反応してるので。え、なんか聞きました、またビビビビビって。名前は何ですか。名前は何ですか。はい、ありがとうございます。ですね、名前はカズシドって言います。ここで今すぐ実行とは何を実行しますか、具体的に教えていただきたいです。ちょっと厳しい言葉かもしれませんが、ぜひともちょっと。名前は何ですか。名前は何ですか。あ、
やっぱり別の例ですね。お名前、あなたのお名前を教えていただきたいです。え、ちょっと待って、めっちゃ雨来た。あ、ちょっと待ってさ、皆さん、めっちゃ雨来た。土砂降りっす今。うわ、どうしようこれ。え、マジか。いや、これちょっとどうします、戻ります、ちょっと戻ります。皆さん、ついにですね、1年半伸ばした髪の毛、今から切りに行きます。戻ってきました。待って、これ反対だ。あ、これちょっと反対ですね。はい、皆さん戻ってきましたよ。3、2、1、オープン。はい、どうですか、すごくない、これ本当良かった。いやー、もうついなくなっちゃったね。緊張してんの？